キューを皆さん来ていただくというね、そういうコーナーがございます。今日も皆さん徳島に来られましたのでね、徳島といえばもう何もあったんで沖縄は踊りということでね、もうお行きなしにでお伺いしたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。さあ、そして今日皆さんに見ていただく踊り、ここではですね、あと3世代の踊りからご覧いただきます。まずはですね、とりましてもね、これは盆踊りが出てまいります。そして、昭和20年から30年代ですね、戦後の混乱期の中での踊り、そしてまた現代、この3世代、これをですね、まあ、いろいろ踊り分けをしながら、ご覧いただきます。そしてですね、男踊り、女踊りも出てまいりますけども、金でございます。
の指揮者の役割ですね。これがまずこの鐘ということですけども、まあこの鐘の音の変化といいますかね、こう早く打ったり遅く打ったり、艶く打ったり弱く打ったり、まあそういうことでね、踊りの形もいろいろとこう変わっていくということですね。続いて締め台。それでまあ鳴るよりも手数、こうテンポが速くなればなるほどこの手数も増えていきます。またバチさばきというのがね、これもまた見応えがございます。さあ、そして最後です、大台でございます。これはなんとも腹の底に響いてくれるようなね、その重低音というこれはもちろんベースの役割ですけども、まあ、この音でね、全体をギャッとこうね、盛り上げていってるということですね。さあ、そしてこれらが一つにまとまりますと、阿波踊り独特のね、このぞめきというリズムが出来上がります。聞いてもらいましょう。ぞめきです。手を上げます。手も同じ